ルノー8号ディニー・ゴルディーニは、かつて、フランスに存在した自動車のチューニングメーカーである。現在、ゴルディーニの商標権はルノーが所有している。口実するように、F1 のコンストラクターとして参戦していた時期もあった。ゴルディーニは、イタリア生まれの雨でゴルディーニによって創業された。ゴルディーニは、第一次世界大戦に従軍した後に、フィアット車などのチューニングを手掛けるようになり、 モータースポーツ界で注目を集めるようになった。そこに目をつけたのはフランスの自動車メーカーシムカであった。1930年にシムカと提携するとシムカ車をベースとするチューニングカーでレースに参戦し、ルマン24時間レースでクラス3連覇を果たすなど成功を収め、ゴルディにはルソルシエの異名が付けられた。 第二次世界大戦後の1950年からシムカゴルディーニの名称で F1 に参戦。モーリス・トランティニアンやジャンベーラ、大の王族であるプリンス・ビラなどをドライバーに起用したが成績は振るわず1952年にシムカとの提携を解消。以降はゴルディーニとして単独人選を続けるが資金難などで一生もできないまま1956年に F1 から撤退した。その1956年からは新たなパートナーとしてルノーと提携し、まずドーフィンをベースとしたチューニングカーを世に送り出す。続いて1964年、R8 のスポーツバージョンとして R8 ゴルディーニを発表、同年のツールドコルスでデビューウィンを飾るなどを活躍し、1966年には世界初のワンメイクレースである。 ゴルディーニカップを創設している。なお、ゴルディーニ社は1969年にルノーに株式を売却指導者の一部門となり、ルノー社のエンジン開発などに携わった。その後も R12 等にゴルディーニの名を冠したモデルを設定している。1975年にゴルディーニ社はルノー本社を離れ、ルノースポールに経営統合された。 ルノーツインゴゴーディニールノースポーツウィンドゴーディニー2009年、ルノーは今後発売される車のうち、スポーティーバージョンにゴルディーニの名を冠して発売すると発表し、第一弾として、ルノーツインゴにゴルディーニールノースポールを設定した。このモデルでは、かつての R8 ゴルディーニをイメージさせる、フレンチブルーに2本の白ラインを入れるなどしている。以降も、ルノークリオやルノーウィンドに、 コルディに使用を投入している。ありがとうございます。